で、9番さんの時なんで。うん、じゃあ9番さんが占いですね。うん。あ、はい。あー、9番さん。9番さん、ビスターじゃないですか。え、な、な、もう本当に。いや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 。単美、単美、単美。これは僕のマーク。まあ、とりあえず。みんなその時はこう早っ。お願いします。え、なんですか、ムーンですか、また私占います。あー、ナスさん、ビスターっすね。残念、どんまいです。さすがに、さすがにちょっと猫さんやりすぎじゃないですか。え、何がですか、何がですか。いや、ムーンのやり方が。ちょっと雑すぎますよね。あ、僕が。いや、まあ、1回目は僕がムーンじゃないってのは見えてるんですか。ムーンいなかったんですか、今回。いや、知らないけども。なんか全部わかってる感じのリアクションでしたね、今。いや、それはもう誰でも言うんじゃない。そうそう、誰でも言いそうでしょ。うん。私が仮にビースターでもアニマでも猫さんやりすぎじゃないって言うよ。しかも俺ビースター出しされてるんだし、そりゃ言うよ。まあ僕ムーンなんすけど。あ、そうなんだ。マジムーンなんすか。まだ占ってない言うんだ、ムーンなんすね。はい。あ、はい。今、まああったけども。まだ占ってないですね。90% 信用してないで。他役職ある方います？僕は。あれ、ミルクさん、今回、ロキじゃないですか。ああ、そうだった。それ、はったり、はったりのパターンだ。占った結果でロキだったの。いや、絶対はったりだ、これ。まだ占ってないですよね。うん、え、9番さん、ロキもムーンもいなかったんですか。いなかった。いなかったも何も、僕、アニマだもん。今いなかった。今、いなかったって、いなかったって言いましたね、今。いなかったって言いましたね、今。違う。もう、いや、もう、言葉尻取らないで、もう。いや、いなかったも何も、僕。言葉尻じゃないで、もう。アニマ、アニマ。いや、これね、マジで僕を、ビスタだと思ったら、アニマが負けちゃうよ、これ。マジバナ。マジバナス。マジバナス。マジバナス。はい。本当に、本当負けちゃうよ。本当にどうする、なんか、なんやかんやわちゃわちゃしてて、もうビースターあった色忘れてるんじゃないですか、はい、色出ししてみます。お、いいね。色出しますか。はい。何秒、40秒。40秒、はい。バラバラ。かぶってないですね。かぶってない上に、猫さんはやっぱり、語りムーンだったってこと。あ、僕っすか。もう、はい。カタリムーン。まあ、そうでしょうな。そうでしょうな。そうでしょうな。そうでござる。そうでござる。まあ、そうでないと困るんだけど、俺、ビースター出しされてるし。やっぱ2回目。困るんすか。ナフさん。それビースター出しされてたら困るだろ。困るんすか。いや、でも、嘘ついてるんだったら僕が黒ってことで、話進めりゃいいだけなんで、別にナフさん困らないんじゃないですか。だって語っただけでしょ、アニマなんでしょ。じゃあいいよ、ここにずりでいいよ。なんで？いや、その、私が疑われるって言うから、困るんですかって言われたら、じゃあ別にいいですよ。私的には9番さん怪しいけどね。ああ、いや、もうやめてください。やめてください。全然本当にね、本当負けちゃうよ。アニマ負けちゃうよ。村人負けちゃうよ。本当に。いや、負けちゃうよ。どうなんだろう。これめっちゃ負けちゃうよ。これ5ポイントもらえないよ。はい。はいはいはい。いやー、どうなんだ。え、徳野さん的には誰が怪しいと思うんですか。え、9番さん。え、マジっすか。やめてください。ほんじゃ僕的にはこっちにずるしたいな。9番さんの色出しの感じどうなんだろうな。いや、普通連打してるところが若干白っぽい気がしますけど、まあ3Bでもやれるけど、まあ、いやでもね、本当にね、僕遅れるともう疑いこっちにも来るから、もうあれ怖いんだ、いつも色出しするとき。僕、七田さんか徳之美さん、どっちかだと思ってますけど。あ、そう。うん、私ですか。七草さん、九番さんじゃない気がするんだけど。どう、ね、違う。鋭い。猫さん、すごい。あ、なんかやっぱちょっと怪しい気がしてきましたね。なんでもうね、負けちゃうよ。村人陣営、負けちゃうよ。仮投票します？全員で9番さんってのか。
そう、やめて、もう本当に2連続やめて、こうマジバナ、本当に。全員で9番さんツロ発言の徳野さんもちょっと怪しいと思ったんですけども、怪しい、怪しい、怪しい、猫さん、猫さんどう思います？多分ね、これ終わった後、徳野さん、2連チャンはねえよっていう。は、なんかないんすか？なんかないって、今言ったじゃない、今の徳野さんの9番さん、みんなでツローは怪しいなって今言ったんじゃない、ちょっと怪しい、怪しい感じがするね。じゃあミルクさんに、ね、今のタイミングで何かあります言う？いやー、いや僕本当アニマだから。水着見ますか。徳野さんが、さんが怪しいと思ったけど。徳野さんがどっちなんだろう。いや猫さんすごいっすね。うわ。なんよやっぱり。マジか、猫さんが俺にヘイト向けまくってるからどうやってかわそう。いやー、占いなんか、まあ、短命か。しかもね、あのマークまで確実に当ててきたからね、ムーンカタン。まあそれは偶然、それは偶然です。あれムーンいたっけ、俺思っちゃって。いや、いねえよ、いねえよ、いねえよ、ここアニマしかいねえよ。くそー、ダメだったか。自然ムーンだと思ってたわ。うわー、もう参ったな。徳野さんがこっちに向けてきたからもう怪しいと思っちゃった。キューバさんちょっと怪しかったっすけどね。そー、めちゃめちゃ潔癖だったのに、もうエンジンかけて。いや、ちょっと本当にあれなんですけど、はい、マジでムーンなんですよ。マジでムーンなんですよ、マジでムーンなんですよ、マジマジムーンです。ですね、うん、ですね、私ビースターなんですけど、はい、あ、そうなんだ、僕もビースターですね。え、そうなんだ。ダブルカミングアウト新しいですね。うん、でいやいや、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。ヒューバンさんがロキですね。ヒューバンさんロキ。いや、僕もアニマですもん。いや、違う。猫さん、猫さんムーンだったら、ちょっと待って。ヒューバンさん占えば。ちょっといい。あの、はい、私、あの、ビースターなんですけど、タンビーで、はい、あの、ロキいるんですよ。あ、だから、猫、はいはい、さん、僕占えばビースターで。で、9番さんロキなんで。うん、じゃあ9番さんが占いますね。うん。うん。あ。はい。ああ、9番さん。9番さんビースターじゃないですか。え、ない。もう本当に。いや。単美。これは僕のマークだ。ね、ああ、本当に占いますわ、そっちだ。うん、あ、え、占ってないですか。ああ、本当に9番さんロキっすね。でしょ、9番さんロキなら、9番さんを指してほしいかな。もう、ね、猫さん、猫さん、誰と変わったんですか？変わってないです。僕、あの、アニマスから変わってないです。あ、そう。この5入連でアニマショーするんですか？アニ、まあ、まあ、ビースターと変わっちゃってるから。いや、変わってないです。もう、ね、あのね、もう本当にね。まあ、じゃあもういいっすよ。もう2ビっすよ。2ビ1ロキっすよ。どっち勝たせるかね。どっち勝たせるか。どっちを信じて。嘘つき、お腹さんから言ってましょう。僕真実を言ったんで。どういうこと？いや、9番さん的にはね、もう正面と入れ替わってるんじゃないかな。はい、正面で色出しした方が信用と取れるからね。まあ、まあ、そうなると、徳野さんは私釣りたいんじゃない？9番さん、僕は誰に入れますか？僕入れるとしたら、うん、いや、でも、七草さんか。これ9番さんが変わった先言うとそういう負けるっていう。そうなんだよね。逆にもうアニマをする。うん、でもいい。どっち俺に入れて 50% ですか。どっちつっても9番さん勝たせるか猫さん勝たせるかの話だからね。いや、僕はでも七草さんだけ釣るっていう話だったら僕めちゃめちゃ乗りますよ。うん、七草さん釣りたいな、まあ、僕的には。そう、私がビースターだった。そう、ビースター。え、私釣ったら徳野さん確定で勝てるんだもんね。ん？そう。そう。確定。まあ、そうなのか。私がこのままビースターで、うん。うんうん。そう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 。逆に私は徳野さん引きずりできたら確定で勝てる。うん。まあ、誰釣るかっていう話を。出てくるどうします？
これはじゃあビースター同士で差し合ってもらえますか。じゃあ徳野さんと9番さんと私でこう三角関係にすって猫さんにどっか適当に言ってみてください。それいやーまあでも9番さんは七草さん変わってるんじゃないですかね。変わってるかな、うん、変わってるじゃなくて、うん、僕は七草さんは怪しいなとはやっぱビースター発言されてたんで、どっちかちょっと、まあ、どっちかだけど絶対七草さんから取ってますよ。さんが取ってます。なるほど。いやでも七草さんの方に最初ヘイトを向けて杖先向けて最後に僕の方に手変えるパターンもあるので、うん、そういうのあるな。あカバーミルクさんが今全力でカバーしてますよ。じゃあやっぱり当初の予定通り9番さん釣りたいかな。はい、ロキだし。9番は杖先から殺意が溢れてますよね。もう大変だな、もう。なんだろう。お、ミルクさんに向けた。まあでも俺は9番さん釣れれば。勝ちは確定なんで、ね、猫さんはね落ちくんだよ。落ちかー。これやばい、これやばい。もうしんどいわ。もうさっきまんまずっと杖先向いてるな。しんどいわ。もうほんとね、もう許してくださいよ、ほんとに。でも何やろ、アニマやってもロキやってもビスタやってもなんか怪しまれるな、これ今回は。ずっと怪しいな俺。なんか今日はでも確かにちょっと反応黒いっすね、大体なんか発言が何やろう、もう本当後ろでやりたい。